心霊スポットファイル1551。間野原山荘。間野原山荘とは鳥取県倉吉市にある心霊スポット。霧の立ち込む山奥にある廃ホテル。地元では幽霊ホテルと称されて恐れられているという。地元の新聞で幽霊が出没する廃墟ホテルとして紹介されたことがある。若い女の幽霊が出る。管理人の部屋に人玉やオーブが現れるといった噂がある。肝試しに訪れた人が数日後に亡くなった。体調を崩したという話もある。心霊スポットファイル1552。鳥取砂丘。鳥取砂丘とは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。観光地として有名。夜中になると地面から手が伸びてくるといった噂があった。砂丘で男女4人の白骨が見つかり手が出てくるという噂の場所と一致していたという。明治時代初期に流行したコレラにより病死した人を砂丘に埋葬したという話もある。心霊スポットファイル1553。青山荘。青山荘とは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。有名なハイラブホテルで現在は A 棟のみが残されている。一時期は B 棟には不老者が住んでいると噂があった。数年前には死体が発見されたようだ。この下を見るな、と書かれた看板の下に4体の地蔵があり青白く光っているのを見ると崖下に引きずり込まれるという。他にもオーナーの霊が出る。黒い人影が出る。給水塔の上に人影が出る。シャツに手の跡がつくといった噂もある。心霊スポットファイル1554。鳥取プレイランド。鳥取プレイランドとは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。経営不振の上に阪神大震災の影響で客足が遠のき閉館を余儀なくされた廃墟遊園地。電気は完全に止められているはずなのに勝手に動き続ける観覧車がある。さらにそのうちの一つは今にも落ちそうなくらい激しく揺れているという。またどこからか場内放送が流れてくるという噂もある。心霊スポットファイル1555。旧日野橋。旧日野橋とは鳥取県米子市にある心霊スポット。白い車で行くと綺麗な女に乗せてほしいと頼まれ乗せて走ると女性は消えており座席が濡れているという話がある。幽霊が目撃されるようになる前に下の川で自殺した女性の遺体が発見されたようだ。心霊スポットファイル1556。東大仙大橋。東大仙大橋とは鳥取県倉吉市にある心霊スポット。自殺の名所として有名。空に浮かぶ女の子の霊が出る。橋の下からは悲鳴のような声が聞こえてくるといった噂がある。また霊が橋の上から覗き込む人を引きずり下ろそうとするという話もある。心霊スポットファイル1557。小山池、青島。小山池、青島とは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。池には常に強風が吹いており魔の風と呼ばれている。台風と間違うほどの暴風で魔の風によって無念にも奪われた魂が霊となって現れるのではないかと言われている。池の上に浮かぶ氷炭の形をした青島は過去に死体遺棄事件が起きたという。犯人は見つかっておらず成仏できない被害者の霊が彷徨っているという噂がある。心霊スポットファイル1558。鳥取城跡。鳥取城跡とは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。鳥取城が建っていた場所。豊臣秀吉が兵糧攻めを行い飢えた人々は人の肉を食べたという伝承がある。落ち武者の霊や着物姿の女性の霊が現れる。夜になるとうめき声があたりから聞こえるといった噂がある。心霊スポットファイル1559。花見型墓地。花見型墓地とは鳥取県東白郡琴浦町にある心霊スポット。深夜に何かを求め探すような老婆の幽霊が現れるという。この老婆の幽霊を目にしてしまうと良くないことが起こるらしい。心霊スポットファイル1560。鬼壇上照信の墓所。鬼壇上照信の墓所とは鳥取県東白郡百合浜町にある心霊スポット。鬼壇上照信の袴の裾が切り株に引っかかり倒れて騎兵に切りつけられ首を打たれて非業の死を遂げたという。その時に同行していた6人の侍も無念の死を遂げた。この場所を通行するとつばせり合いの音やうめき声が聞こえたり甲冑を着た幽霊が現れるようになったと伝えられている。心霊スポットファイル1561。戦場山。戦場山とは鳥取県東白郡琴浦町にある心霊スポット。戦場山の戦いがあった場所。この古戦場では多くの死者を出したという。
そのためか落ち武者の生首や落ち武者の霊がたびたび目撃されている。また山の中を歩く人影に声をかけたところ消えていったとの話もある。心霊スポットファイル1562。元谷隧道。元谷隧道とは鳥取県谷津郡谷津町にある心霊スポット。大江トンネル、船岡トンネルと呼ばれることもある。子供の霊や男性の霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル1563。種ヶ池。種ヶ池とは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。この辺りでは軍事訓練が行われており訓練中に集団で溺死事故が起きたという。それからは池に一人で行くと水の中に引きずり込まれるという話が広まった。また巨大な蛇が現れるという伝説があり実際に2メートルを超える抜け殻が近くの神社で発見された。心霊スポットファイル1564。高松公園。高松公園とは鳥取県東白郡琴浦町にある心霊スポット。稲荷近隣公園とも呼ばれている。戦争で死んでしまった人の霊や白い人影が目撃されている。心霊スポットファイル1565。鳥取一家心中の家。鳥取一家心中の家とは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。一家心中の家、鳥取砂丘一家心中の家とも呼ばれている。家の前に3体の首なし地蔵がある。2階の窓から若い女性の霊が見ていた。玄関に立つ人影を見たといった目撃証言がある。心霊スポットファイル1566。竜王滝。竜王滝とは鳥取県日野郡日野町にある心霊スポット。小泉八雲の階段、幽霊滝の伝説、の舞台。2歳にならない赤子を連れて滝に来てはいけないという禁忌があったという。禁忌を破って赤子を連れて行った者がおり赤子の頭がもぎ取られていたという話がある。心霊スポットファイル1567。勝谷トンネル。勝谷トンネルとは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。車で入った瞬間に夏なのに寒気がしトンネルから出るまで寒気が取れなかったという話がある。また女の霊が出るとの噂もある。心霊スポットファイル1568。米子城跡。米子城跡とは鳥取県米子市にある心霊スポット。夜中に甲冑を着た武者の行列が現れると言われている。天守閣の石垣の工事が思うように進まず盆踊りで踊っていた町娘を誘拐し人柱にしたという伝説がある。天守閣の石垣で町娘の亡霊が出るという噂もある。心霊スポットファイル1569。クロウトンネル。クロウトンネルとは鳥取県谷津郡智頭町にある心霊スポット。岡山と鳥取の境にあるトンネル。車でトンネル内を走行していると幼い男女の霊が手を振ってきて振り返さないと追いかけてくるのだという。心霊スポットファイル1570。桃谷ダム。桃谷ダムとは鳥取県鳥取市にある心霊スポット。赤いワンピースを着た女性の霊の目撃情報がある。ダム近くの旧道にあるトンネルでも心霊現象が起きておりその影響で霊が出るようになったと言われている。